マヌエル・パミッチは、クロアチア・イストラ軍、ジュミニ出身のサッカー選手。NK ノビグラード所属。ポジションは DF。生まれ故郷のジュミニをホームタウンとする NK ジュミニで、キャリアスタート。NK イストラ1961を経由して、クロアチア一部のプルバイ HNL に属する、HNK リエカへ移籍。同クラブで、クロアチア一部でのデビューを果たす。 クロアチア代表レベルでは A 代表を除く各カテゴリーの代表チームに不動の左サイドバックとして選出され数多くの国際大会に出場近い将来 A 代表入りが期待されている左サイドバックである2008年1月にオーストリアブンデスリーガの強豪レッドブルザルツブルクへの移籍を果たす契約期間は2011年夏までだったが2009年に A.C. スパルタプラハへとローン移籍すると、そのままスパルタプラハへと完全移籍した。2013年7月19日、セリエ A の AC キエーボベローナに期限付き移籍。翌年1月24日、セリエ B の AC シエナにローンで加入した。2014から15シーズンはスパルタプラハにレンタルバックし、約半年間プレー 2015年1月14日、フロジュノーネカルチョに移籍し、クラブ初となるセリエ昇格を経験した。2015年9月15日、プロデビューを果たしたフルスのクラブである NK イストラ1961に復帰した。ありがとうございます。